お疲れ様です。今日はこちら高回転クロスやっていきます。さあこちらがですね、まあ、ここ最近流行ってるクロスの形かなという感じかな。まあ対空がねものすごい少ないんですけど、まあ、あの鉄砂とやらめあればぶっちゃけ止まるでしょうっていう感じですね。で削りに関しては、まあ、クロスがメインではあるんですけど、まあ、クロスボウが通んなくても、ここ最近ね、はい、壊れのボンバーですね、はい、進化ボンバーで端前からちまちま削れるし、あとはね何ロケットもね、はい、ありますんで、まあ、なんとかなるんじゃないかなと言ったデッキです。さあなんとペッカが来ました。ここで早めに仕留めることができればガーディアンが来たのを射抜くこともできます。微妙ではあったかもしれないが耐えてます。これなんならもう一回茶切れるか、結構入るよザップ。これね相手コスト少ないですよ。まあ俺の負け筋は相手のボンバーですねからのボンバーがある。そうね、でこれだけしばいて、いやいやもうこれで後半ってクロスボウガン入りもすればいい話なんで、いやもう十分か。884、ちなみにロケットは371ね。まあロキ3回か、3回も3回はちょっと遠いか3回か。いやでもまあヤナメとあれね進化ボンって削れれば全然あるかなと。まあテスラ置いちゃおうかな。クロスシャキってもよかったですけどね、なんかさっきぐらいイキイキで行ってもよかったんですけど、守ってもいい。てか相手ペッカにさリトプリもトリトンも入ってんだよね。相当ねエリジェイとかが嫌いなんだろうね。よいしょ、それ強いね。まあテスラ壊れるんで、まあ、このボンバーの角度で角度が頑張ってくれれば、おい、まあ、チャキってもいいんだよね本当に。チャキってもいいが、俺はね戦わないですもん引きこもろうかないやできるかな、やってみよう。はい、マジでもう守るということをやめます。あの適当に耐えたいな。え強すぎいろんな何かが強すぎて、さあ止まってはいる。まあテスラも強いしね、この置いてるクロスもやばいし、なんならこれからは進化テスラもあります。でクロスをさあんま使わないんで、どの辺に置いとけばいいかわかんないんですけど、まあ置いとけばいいやろ置いとけばいいやろの位置でしかないか。これやばいか、いやでもなんならキング起動まで、いやクロスがいい。さあロケット矢の雨圏内ですもうほぼ引きこもりになっちゃったけど、まあクロスってそんなもんですよね多分。しかも今回進化テスラなんですよ。クロスボウってやっぱねナイト進化か、まあ最近は少ないけどスケ進化か、まあありえないけどアイスピ進化とか、いろんな選択肢があると思うんですけど、こうボンバーでね削れるので、ロケットでも削れる、残りは守れたら勝ちでしょうのテスラです。はい、進化テスラの防衛力があれば引きこもりもね、はい、さらに強くなります。さあまさかのまたペッカパターンか。マジアチャとかだけ一応やだな、あのいや嫌なんだよね。てか待って、下手すぎる、痛すぎるし、まあ珍しいね、珍しいマジアチャ来たしテスラ釣れねえしみたいな痛え。いや行ってもいいかもね、やべ前すぎた、これやべえな、やっちゃったね。ガーディアンのコストはないんじゃね。あクロスなんだけどナイトもいますよと。クロスじゃねえ、ペッカか。まあこれはさすがに止まるっすね、ギリ。トントントン、いやマジアチャ
痛いっすね。あとは俺、まあ俺のテスラ道が悪かったんで工場釣れなかったんですけど、まあまあまあこっからですよね。こっからちょっと削ったらもうあと俺ロケットで逃げりゃいいんで、ちょっと削んだからまあ大変か。ケツペッカ来たら逆線行きたいな。来ないね。おお、いやまあこれロケでもよかったけどね、最悪。まあまあ、最強置いとく。あーめっちゃ強え、それやべえ。すうまいな相手。しかもタゲが、いやー、まあペッカこれ低めに出してくれたらボンバーで射抜けるっていう作戦。おお、なんか偉いな、防衛方法がうまいな。しかもこういうのいっちゃうぞ。もう俺削んなきゃ勝てないんだよ。いやーペッカか、ペッカが邪魔だね。進化テスラ熱いか、でもうざそうじゃね、残ってんだけど。いやーこれね、もうロケしかないかもね、今から削んの。ちょっと出遅れるけど、ずれたし。え、なんで、うますぎじゃね。いやマジこれね気づきました、削れないです。でもロケで逆に削れる今から。本気のロケ削りか。これで勝てんならクロスもいらねえなクロス出さなかったもんな後半。クロスいらないっすもうテスラボンバーナイトだけでいいや、適当な高回転で。いやマジいらなかったな、勝てんだね。あっこからでも回転早いのもあるか。さあまあ適当にジャイだけやだな。ジャイですよね。ボンバーザップはね、やっぱジャイなんですよね。まあ、ロケはさすがに待っとくか。おっとなしくテスラ置いて、テスラを延命しとけばね、基本的に止まります。なんでも。うん、失敗。俺のテスラ毎日低いか、さっきからジャイを誘導したくてね低めに置いてるんですけど、
まあ高めの方がいいか。いや痛えダメージ入ったな。まあボンバーで一気に追いつけるかな。追いつかなきゃいけないね。低めジャイ誘うか。これで低めジャイこんにちは。リトプリアだ。ああマジで吐きそう。そこでボンバー出してこねえだろ。いやー痛え痛えな。でも対ジャイもさ結局クロスボウ取んないからさ、もう今からロケットだけで削った方がいいのか。もしかしてもしかして今から全ロケットの方がコスパ良かったりする。うわータイミングよ、タイミングやばくない？え？え？それはねだいぶ渋いな。だいぶね、今のやばいな。おもろいタイミングではあったか。ああボンバーがな。まあ、ロケット自体が一旦ね、うーいやー、まあこれはあのねエリポン分だと思えばまず許される。いやーねー、まあ守れはするが削れない、行くしかない。いやこれ本気でクロスいらねえか。いや柳雨ザップでしょ、さっきもこんぐらいからだったよな。いやでもこれはいっとかないといけねえな。いやージャイなんでこいつってこんな強い。いやロケなんか、いやでもこの次が俺あれなんだよな、進化。いや分かっていたが、マジのワンチャンってあるかな。いやその削り強いな。うーもっかいロケット打てたらな。いやマジクロスいらねえっす。これクロス俺置かなければ勝てたか。ちょっとクロス界としてまだ浅かったかもしんない、立ち回りがね。次からはもうクロス置きません。こいつ置くだけピンチになって置かなければね差を縮められてはいるんでね。リートプリー、いやまあロケでもよかったけど3コスかあいつ。さあボンバー、いやーめっちゃねジャイなんだよな。まあゴブリンドリルもあるし、最近だと、うん、ジャイか。こういうジャイもあるよね。ロケ打つとさ、
卵落ちちゃうよね。耐えれるか。いやー、1倍のロケットは違ったか。1倍は1倍タイマーボンバーでちょっかいかけるのがいいっすね。さあ環境のジャイですね、まあ、ジャイしかいねえか今のクラロワには。ジャイさ出した後かナイトマンのか。これ一旦引きこもりたいね。本当は削りたい。やつアイスピ遅い早く。一発しか入んないのもねしんどいね。いや絶妙に。いやこれね結局守ってロケ削りが最強か。ねボーラーもさナイトもいるんでこれ削れないっすね。これライトニングかで巻いて。美味しい。え？これは今の美味しいな。打ってくれんのはこのテスラが最強になれる。強いなあいつ。いやこれさマジでクロスいらねえ説ある。守れるかな。守るのちょっと難しいよな。いや範囲でかいよ。削るよ怖いけどね。テスラをもう一回延命してあげればよかったの。いやいいな。いやマジでクロスいらねえ。どういうことそんなことある。ロケット2発いけるかな。偽装あっつ。え、俺今勝ったと思ってた。え、じゃあマジでクロスいらなすぎる。なるほどね。簡単です。もうおとなしくおとなしくロケね。何があってもおとなしくロケ。ワンチャンを狙ってもいいのかな。いやマジクロス置かない方が絶対いいもんな。いやジャイしかいないんで。でもジャイにも勝てそうだもんな。今ジャイボーラーにライトニングに勝てそうだったんで。てかファルチを抑えたら行っていいな。基本はクロスデッキですから。
階段早くない？熱くね？普通にボンバが入るだけでも嬉しい。このハルチ嫌だな。さあまあでも500ぐらい削ることはできた。縦線ハルチェテスラ、まあゴブリンドリルかな。まあこれはさすがにジャイボーラーよりは戦いやすいんじゃないと思います。やなめでいいしな。いて、もうチャキ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 。え、相手のその読みみたいなのすごいな。あー、まあまあ、いやいいんですよ。あの相手に右も左もこう攻めさせてんのはね結構いいこと。いやファルチェとテスラなんでこの相手にはクロス攻めていきたいけどね。でボンバーだけ警戒して、おお使ってくれる。え、なんかテスラが、いやもうバグやんそのそれで入んの簡単すぎるだろ、許せないもん許せないって言って自分もやっている。なんか優秀なやついんな。チャキ、ちょっと熱いんじゃね、ポイズン。いやーまあ俺のテスラの位置的にそうなんのか。待って、あ、ううーやだー。てかこれもうロケでいいな、マジ気づいたこのゲームこのゲームロケでいいやろ、居抜きてんだろ。テスラ置いてビビらせといて、おそれ面白い。さあナイトで拾える、トルネがあったか、そうね、警戒だけしてこれ行っちゃって射抜いちゃって一発。ああ、考えてることはみんな同じ。延命できそうからのファルチが来そう。え、竹取ったでかいそれ。え、しかも進化ですらよ俺、リアナーメで耐えれるよこれ。シンガテスラさ最強、一応クロスデッキね。さあクロスも刺す時はありますよと。まあジャイん時はなきゃマジむずいね。ジャイ以外はね基本クロスてか、まあジャイにも攻めてはいいと思うんですけど、攻めていいと思うんですけどねでもそれで負けてるからわかんねえな。さあまあボンバーゲーではある。多分1枚タイムのこの進化ボンバー重要なんだよね。ちょっかいがけ。やなめとかのね。こういう手札回しでちまちまして、フェニックスに当たんなかったのはまあ、まあ事故。え、ラバクロみたいな落ち嫌だな。なんでこれ？ミニペ？ちょ、ナイト早く。一発。よし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 、まあ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 いいでしょう。こういうことでいいんじゃないこういうちまちまで。残ってたらカウンターでいっちゃって、いやめっちゃ嘘だ、ルシもロイ使ったとやで。ミニペいたな。フェニーはどうでもいいか。コウモリだるよ。いやタイミングむずいこれ。いやーでも結構でかいぞ。相手ロイジャイよこのダメージね。いや本当になんか適当に周りでチマチマしてロイ来たらで、ロイ使った後に攻めればいいだけか。
ボンバーがいたかだけ覚えてねえな。いなかったな。コウモリザップか、進化。これいたら致命的。いや、本気でね。意気込みます。え？面白い。面白くはあるが、フェニ進化テスラあるんで強気にね。ライトマット、やべやべ、俺のこの勝ってるダメージが、ずれた。後半寝ちゃうもん、ね、いやクロスはね、メガナイトいるってなったら話変わるね。コウモリもめんどいしな。見えねえ。いやでもこれボンバーがいないもんな、守れるぞ。こっからの端前のプレッシャーがないだけで楽。なんならクロス置いちゃってもいい。本当に？いや置いちゃってもそうだけど。めっちゃロケ打ちて。守れますか僕これ。守るしかないんだよね、道が。守る以外に俺ね、生きて帰れない。シングルス強っ。どうなってんの？ボンバーでかい。背面とかしたい。だが寝てるんだ。いいよ。いいよ、いいよ。ヒュー、進化テスラです。突破できません。あなたはこのカード、アイスパス。テスラル、やなまる。え、やなまる、もっと早く使っとけよかったの。で、テスラエイムしとこう。テスラがあれば絶対止まる。ロケット来た。もう一周ロケットだ。最後気持ちいい、これ。ジェラーム使っても突破できない悲しい現実ね。グッドゲーム。いや、こういうことだな。対ジャイモン。多分こういう。ずっとチマチマネチネチ。ロケ削りすんのが強いんだよね。これがクロスボウデッキです。はい。さあ、ジャイじゃなかったら嬉しいな。まあでもほぼジャイだと思います。お、ドリルやならギリ許せる。ってことはここでチャ切ったら苦しいんじゃない。これマジでワンタンキルある。ファルチェ読みテスラぐらい置いておきたいが、これえ熱い。買ったかね。いやー、いや待って、熱い。もうこいつが強い。からのクロスがちょこんと入るし、なんならボンバーが、え、これ600、600じゃねえか。11レベルだと、まあ、400でけー。で、穴雨で守れます。いや、いいね。もうあとはロケット、なんならもうこの辺に飾っちゃってもいい。美味しすぎるこれ。溶けるかな、ハルチェって。うーい、ロケ強っ。まああとは守ればいい。まああとボンバーだけ気をつければね。近畿できそう。
それだけやだ。うん、ボンバーのエイムが、いやー、近畿でかいねこれ。まあドリルな、こんなに固く守ってんのにちょろっと入っちゃうもんな。痛すぎはする。でポイズンがあると思います。ワン当たりそうじゃねその位置、いや美味しすぎるか。慣れてきたら端前止めるかな。来ねえ、いやいや、痛いね。まあ進化ボンバーだけね、負け筋なんでね。あとは引きこもるよ。お、許して、やばい、おぶね、それたまに入るかんな、このハルチェ。さああとロケ穴雨だ、怖えよ。お、最強ボンバーあります。いやーこのボンバー強っ。はいとどめの、え、怖いな。さあロケで19か、回転早もんな。はい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 、回して、さあ削っていく。いやマジでクロスボウというかクロスじゃねえんだよね。さあというわけでクロスね、もういらないっすね。ボンバーロケットデッキです。皆さん使ってみてください。ではお疲れ様でした。またね。